来週から水曜と土曜よろしくね。はい。年どうする？年は27ですけど。ちょっとサバ読んどく？他の人たちはどうしてるんですか？まあ人それぞれ。5個サバくらい当たり前だし。5個サバ。私なんか32の時25で通してたけど、客の親父からしたら女は若いほどいいわけだからさ。そうなんですか。じゃあ23くらいにしといた方がいいですかね。好きにしていいけど、本当にサバ読むなら生まれた年と干支間違えないようにしてね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。この子今度働くことになった。あ、土田です。土田じゃ指名来ないから。来ないですか？なんか名前考えといて。名前って？何でもいいよ。美穂でも美希でも適当に。適当。あ、じゃあ美穂で。かな子、美穂ちゃんの飯作ってあげて。あ、はい。美穂ってカタカナでいい？はい。おはよう。おはよう。おはよう。新しい子？自己紹介して。美穂です。え？美穂です。あ、美穂ちゃんか。なんか顔が暗いね。大丈夫？どっか具合でも悪いんじゃないの？ちょっと田島さん、絡まないの。いや、絡んでないじゃん。心配してあげてんだよ、俺は。いいじゃん、かな子がいるんだから。田島さん独り占めしたいんだもん。でもそしたら美穂ちゃん座ってるだけの人になっちゃうだろ。いいの、まだ慣れてないだけだから。うん、美穂ちゃん慣れてないだけ？はい。ああ、早く慣れた方がいいんじゃない？あれ？全然大丈夫だね。大丈夫か。いやでもね、こういうことする客もいるから。ちょっと田島さん、やめてもう。美穂ちゃん、いいから座って。田島さん、そういうことするなら他の店行ってくれない？わざとだよ。っていうか練習。嫌な客来た時の。そんな練習いらねえし。あの子だって最初緊張してたじゃん。それを俺がさ、毎日通ってさ。はいはい、毎日汚い手で触っていただきました。何その言い方。なんか俺がそういう客みたいじゃん。でかい声出さないで。田島さん出禁寸前なんだから。今日ごめんね。え？何が？田島さんって人、かな子ちゃんも客だったんでしょ？ああ、いいんじゃない？一人減ったって。私売れっ子だからどうでもいいよ。ありがとう。別にかばったわけじゃないし、あんなおっさんばっかりじゃないから。そうだよね。あんな人ばっかりじゃないよね。って言うと思った？美穂ちゃんさ、田島さんなんか全然普通だよ。来るたんびに店のライター2つ持って帰んのがあの田島。歌舞伎町でぼったくられたおっさんたちがこっちに流れてきてんだから、あの程度でいちいち気にしてたら持たないよ。そうなんだ。てかちょっと触られたぐらいで泣くとかまじうざいし。あんたいくつ？いや私別に泣いてないけど。どうせすぐ辞めちゃうんでしょ。売れっ子ってすごいんだね。は？かな子ちゃん若いのになんか大人。あっそう。皮肉？いや違うけど。おかえり。
気づかない。うん、何？なんか作ってたの？あ、棚？これさ、塗装の具合も結構いいんだよ。何回も塗ったからペンキ足りなくなって、また100均行ったりして、でまた塗って、どんどん味出てくるから、やめどきの。あっ、ごめん。もうなんだよ、俺にしちゃできすぎだと思ってたんだよ。でも、あ、でもゆっくり開け閉めすれば大丈夫じゃないかな。ゆっくりなんて無理だよ、そこトイレだよ。ダメだこの棚、やり直した。あれ、せいちゃん、もしかしてこれ曲作ってたの？え、あ、一応ね。偉いじゃん、すごい。ねえ、聞きたいよ、せいちゃん。まだ途中だけどね。せいちゃん、今日頑張ったんだね。つけるとこマジ考えないとか、俺マジバカみたいだな。そういえば、この板買った木材屋がバイト募集してたの。バイトなんかどうせ続かないじゃん。いや、木材だったら俺結構自信あるんだけど。せいちゃん、ミュージシャンなんだからさ、やることあるでしょ？作曲とかライブとか。今日もこれ途中まで作ったんだからさ。うん。ねえ、いつ聞けるの？そうね。ねえ、いつ聞けるの？せいちゃんは気にしないでよ。大丈夫。私給料上がったから。みほちゃん、え、男食べさせてんでしょ。え、なんで？わかるよ、私もそういうことあったから。若いのにさすがだね。ゴミみたいな男で年中浮気してたけど、好きだったから私の方だけ見てほしくて、そいつのために何でもやったな。何でも。なんかでも、なんかそうやって尽くすのもバカらしくなってきて、え、向こうも面倒くさくなったんじゃない？あ、別れる時はあっさりだったな。美穂ちゃんちは大丈夫？まあ、うちは全然そういうタイプの彼氏じゃないから大丈夫。どんな人？音楽やってて、あ、ていうかね、ずっと家にいる。全然いいじゃん。いいよそれ。そうかな。家にいたら浮気しないじゃん。私は浮気してもいいからちゃんと音楽やっててほしいなって思うよ。私は逆だわ。無職は我慢できるけど浮気は NG。 私も。でもよかったね、美穂ちゃん。お水系のバイト初めてだったんでしょ？うん、日払いって知らなかったからさ、初日にお金もらえて涙出たもん。それで泣いてたの？そう、すっごい嬉しくて。持ってかれないようにしなよ。Thank you.
藤ちゃん。はい。初めてのお客さんなんだけど、いい？はい。お金持ってそうだからさ、指名もらえるように頑張りなよ。気に入ったらまた美穂ちゃんに会いに来るんだから、うん、そしたら美穂ちゃんの給料もアップするんだから。はい、美穂です。君いくつ？27です。23です。あ、いくつに見えますか？いくつに見えますかって言って今聞いちゃったからね。ですよね。なんでこんなとこで働いてるの？え？なんか浮いてるじゃない、君だけ。あ、わかります。まだ一月なんで。一月前に何があったの？最近の子は自分のことをベラベラ話してくれるけどね。昼の仕事がつまんないからとか、旅行に行きたいからとか、酒が好きだからとか。え？私普通なんで。普通？普通？普通？あ、普通に生活費が。何？夜も働かなきゃいけないほど贅沢してんの？いや、贅沢っていうか単純に2人分なんで。なるほどね。でもそんな子ばっかじゃないでしょ。今時はさ、もっと自分のためにお金使うと思うけど。ですよね。金が欲しいんだったらこんなとこで働かなくて、他に方法あるんじゃない？本当ですか？どんな方法ですか？知りたい？教えようか。はい。真面目だね。言っとくけど、店長には内緒だこっち、そこに。部活何やってた？高校は吹奏楽です。吹奏楽か。動かない。動かないで。じゃあ体育は嫌いだった？いや、水泳は。水泳？いつやってたの？小学校で。
着替えて。なんでですか。お金欲しいんでしょ。これ仕事だって分かってる。これからすることって、うん、遠行ってことになるんですか。遠行とはちょっと違うかな。まあ君次第だけど。そうだな、普通は愛人って呼ぶけどね。愛人。今日だけでもいいんだよ。また会うかどうか一人でゆっくり考えてくれればいいから。はい。あ、今日はちょっとお話だけでもいいかなと思って。でもその水着はさ、一応着てみようよ。考えるにしたって実際お金をもらってみないと判断できないでしょ。ね。はい。あ、じゃあ一応着るだけ。うん、でも着るだけじゃね、君が喜ぶほどの金は払えないかな。ここまで来てそれでいいの？まだ考え中？じゃあまず来てみようか。そこで。え？そこで。おかえり。聞いてた？それライブでやればいいのに。あ、まあライブ用だな。これはライブならいいや。やればいいのに。本当にライブの時にね。いつやんの？まあいつでも。早くやればいいのに。やるけど。やんないじゃん。こんなとこで小さい声で歌ってたって誰も聞いてくれないよ。なんだかね、毒が抜けたっていうかつまんなくなったよね、はっきり言って。でもいくら自分の音にこだわりたいって言ってもさ、仕事したかったら妥協もするでしょ。レコード会社にとっちゃ商品なんだから。そうだね、商品って。お前分かってないんだよ、お前は。そういうところが。いや
商品この女だろ。お前ら踏み台にされてるだけだよ。ソロ出したらそのうち捨てられるよ。誠一さん、それ妄想だから。あのさ、俺さっきお前みたいなやつにも理解できるようにわざと商品とか妥協って言ったんだよ。でも実際お客が増えてみろよ。素直に嬉しいだろ。そんなお前、レコード会社の戦略と売れたって白々しいだけだろ。戦略とか言ってるよこいつ。いや、だからさ、誠一はそもそもレコード会社のこと誤解してんだよ。あ、誤解してるわこいつ。別に俺たちのことをコントロールして搾取してるわけじゃないんだから。搾取されるほど売れてみたいっすよ。いや、そういう売れたら何でも OK みたいなのが問題なんだよ。売れたら何でも OK なんじゃなくて、誠一そうやって言うけど俺ら楽しくやってんだよ。そうそう、昔は4人でバンドにこだわりすぎてたじゃん。そういうのなくなったよな。逆にものすごい自由になった、うん、なんか演奏も上手くなりましたよね。それお前が下手だっただけだよ。マジっすか、うん、俺ひげ剃った方がいいっすか。絶対剃った方がいい。さっき女のボーカルがどうとか言ってたよな。あ、グラビア女だろ。あれだけ強制になると思ってんの。別にそういうさ、確かにあの衣装は男受け狙ってるとかあると思うけど。俺のヒゲも女受け狙ってますよ。それ絶対剃った方がいいって言ってたの。でもあの子の歌どうよ。まあだろ、うん、歌はいいかもしんないけど。おう、そこは認めるな。偉いぞ。でもさ、あんな売り方してたらさ、昔から聴いてる人からしたらなんか女のケツに魂抜かれたみたいな、そういう堕落した感じで受け取られてんじゃないの。堕落？なんだよ堕落って。もういいからな。誠一さん、頭固すぎでしょ。何のだろ、堕落してんのは。堕落も誠一もさ、取り消すとこ取り消せよ。別にみんな喧嘩したくて飲んでるわけじゃないんだから。甘えてんじゃないですか。おい、甘えてねえや。誠一さんもう27でしょ。年関係ねえだろ。関係ないよ。関係ないけど、年なんか関係ねえとか言って開き直るの恥ずかしくない。は？自分のこと好きなだけだろ結局。もういいから。俺もう帰っていいっすか。帰んな、もう終わるから。いいよもう。一応話すから。なんだよ誠一さ、俺らお前に戻ってほしくて今日呼んだんだよ。え？だから、また一緒にやる方法はないのかっていう話。それ言い出したのレコード会社だぞ。お前の嫌いな。ナオミも言ってますよ。お前が歌ってた時の音源、ナオミに聞かせたんだよね。感動してたよな。誠一さん一緒に歌ってくれないんですかとか言って。まあ、そこはさ、いろいろ事情があって、誠一はこのバンドには参加しないんだってその時言ったんだけど、お前のことを尊敬とかそういう風に見てるのは確かで。今更取り消すっつっても遅いからな。まあみんなお前のこと気にかけてるっていうのは理解してくれよな。俺らもお前の考えを尊重するからさ。残念だけど今日はそういうことになるのか。すいません、お会計。はーい、ありがとうございます。あ、いいよ、こっち立ったの。よくねえよ。いや、いい、大丈夫。いいよ、大丈夫、大丈夫。いい、だめんどくせえよ。無職のくせに割り勘で飲もうとすんなよ。どうせ女にもらって小遣いだろ。ちょ、これ置いとくから。あ、じゃあこれ俺借りとくわ、今度返すから。うん、夏地だってそういうの気にしないの。仕事もしない、理想ばっか高くて、うん、いい自分の音楽にも迷って結局何もできない、そのくせ自分だけは見るとこ見えてますよみたいな。そうそう、野垣だけは達者で偉そうに正論ばっか言っちゃうみたいな、うん、そういうお前のこと彼女どう思ってんだよ。本人に聞けよそんな。なんすかあの態度。いやもういいだろお前、やめろよ。
何してんの？ああ、これ全部で3万くらいになるかな。ならねえか。え、売っちゃうってこと？もういらないから。邪魔だし。ちょっと待ってよ。ん？そんな大事なものがなんで邪魔なの？え？私が働くって言ってるじゃん。だからせいちゃんは曲作ったりしてって、お金の心配しなくていいって言ってるのに、なんで売ったりすんの？使わないから。いや、ギター一本あればいいんだって。こいつともお別れか。ねえせいちゃん。うん？今日何してた？え？今日何してた？え、今日？私がいない間何してくれた？何もしてないよね。私働いてたんだよ。いや別に何も。なのにせいちゃんはさ。だから俺別に何もしてないわけじゃないじゃん。金作ってんじゃん。何それ？売ったら 2,3 万ぐらいなんだからさ。3万。はい、3万。私が買うから。これ香港土産。急ぐから先出る。また連絡する。もうちょっと太ってくれるといいな。じゃあまた。掃除してくれたの？一日かかっちゃった。いいから曲書いてって言ったじゃん。で、タバコ持ってる？あるよ。何これ？3万とか2万とか、そんな驚いて出てくるほどヤバい金なの？ちょ、お前何やってんの？
作れんの？は？せいちゃんのためじゃん。せいちゃんのために稼いできたお金じゃん。だからっておめえこんな金おかしいだろ。もらった。誰に？お金持ちのおじさん。何それ？そういう仕事なの。え、それは他の男とやったって意味で言ってる？だからそうだよ。愛人だから。そんな金で俺が飯食えると思ってんの？そんな金って全部あんたのためでしょ。なんで俺のためなんだよ。全部あんたの音楽のために。こんな金でも稼いでこないとしょうがないでしょ。あんたの音楽の俺に、お前俺に便乗して勝手なことすんじゃねえよ。便乗してんのはそっちでしょ。こっちはね、あんたの音楽のせいで毎日振り回されて、毎日気使って。ちゃんごめん。聖一じゃん。あ、先輩。何やってんの？お前もやる？私たちはもう終わっているのかもしれない。でも私たちにはこの部屋の他に行くところがない。私たちにはお互いしかいない。こんなに果物どうしたの？ねえ、盗んできたんじゃないよね？ねえ、なんか答えてよ、せいちゃん。あんなお金もう捨てたから。ねえ、どこ行ってたの？ねえ、何考えてんの？いや、仕事決まった。
すいません、ビール一つ。あ、はい。あ、やっぱこれウーロンハイ。あ、ごめんなさい。心臓が止まるかと思った。久しぶりにハギオを見て、立っていられないくらい足が震えたけれど、頭と口だけは不思議なほど冷静だった。ハギノさん。あれ？あれ？え、なに、すごい久しぶりじゃない？ねえ、すっごい久しぶりだよね。なに、どうしたの？今、見てた？うん、今私、ここで働いてるから。え、マジで？ここで？うん。いや、それは失敗したな。え、私いんの嫌だった？嫌だよ。いや、嘘だよ、嘘。お前さ、番号変えただろ？あの、携帯繋がんないんだけど。え、電話してくれたの？いつ？いや、忘れたよ。携帯出すよ、登録しとくから。あ、うん。え、どこに？あっち。あ、じゃあ、いいや、またね。いや、ちょっと、待ってて、すぐ取ってくる。いや、もう帰るし。いや、ちょっと来て、ちょっと。え、じゃあ、俺の番号言うから覚えろよ。萩尾ちょっと待ってよ。いや、終電だから。あ、ごめん。もう一杯飲み行く？うん。金ないよ。いいよ。ホテル多分満室だな。ホテルなんて言ってないじゃん。彼氏にバレたりしないの？何が？いや、別の男と会ってるって。それで？お前なんか変わったよね。私ってどんな女だった？いや、あんま覚えてないけど、でもお前俺のこと好きだったもんな。俺そんな好きじゃなかったけど。好きだったろ？好きだったよ。好きばっか押し付けてきてさ。俺あの頃お前と一緒にいても全然面白くなかったもん。でも今日はすげえ楽しいし、あの頃も今みたいだったら何？いや、お前と付き合ってたかも。まあ今更言ってもしょうがないけど。ハギオ。うん？好きだよ。知ってるよ。
ちゃんと分かってる。うん。はいよ。私は何を、自分が何を、会いたかったよ、ハギオ。何をしているのか、いちいちハギオハギオうるせえけど、わからない。私は、ハギオは、わからない。私のこと忘れてなかった？うん、忘れてたの？誰か来ても責任持てないけど。来ないよ誰も。なんか初めて知るみたいだな。私のこと忘れてたからでしょ。ハギオ。うん。私ね、ハギオの子供妊娠したことあるんだよ。下ろした？うん、下ろしてあげたよ。お前とそんなにやったっけ？いっぱいしたじゃん、全然覚えてないんだね。やっぱお前なんか変わったよ。私全然変わってないよ。だってハギオのことずっと好きだもん。好き好きうるせえのは変わってないよな。ハギオは今私のこと好き？ただいま。私は何を、自分が何を、何をしているのかわからない。私はわからない。誠一さん、やります？週3で大丈夫ならやるよ。マジっすか？忙しい時結構忙しい店なんですけど。いや、俺夜暇だからさ。でも、八重の配達って朝早いんじゃないですか？いや、早いなんてもんじゃないよ。お店4時までなんですけど。ちょうどいいや、そのまま寝ずに八重屋行くわ。八重屋なんてこっちでしょ？いつ寝るんすか？夕方2時間ぐらいに寝るでしょう。本気っすか？そんなバイトばっかしてどうするんすか？普通に就職した方がよくないっすか？いや、俺バーテンやったことあるからさ。え、本当にあります？連れてきました。え、お前
りなの？いや、俺酒いいわ。この後仕事だから。仕事？レモンとかライムとか配達してやろうか。変わったな、お前。レコード会社から金もらって会社転がしてるかと思ってたわ。だからそれが妄想なんだよ。まだ1枚も出してないのに金もらえるわけないだろう。寺尾は相変わらずレンタカー屋で働いてるし、川内は実家でゴロゴロしてるよ。あいつ俺のことバカにしてたのによ。お前こそ俺らのことごちゃごちゃ言ってただろ。もう分かっただろ。そういうもんなんだよ。でもお前どうすんだよ、こんな店やってライブとか。俺が店番やってやろうか。お前ないつでも言えよ。俺今暇だからさ。寺がまだ言ってんだよ、誠一戻そうって。戻すって？この前話しただろ。ああ、え、あのグラビア女は？いるよ、ナオミ。だから5人だよ。でもお前嫌だろ。まあこの状況の方が嫌だけど。っていうか俺、女の子募集してたんだけど。これは？ナオミ。カレー？うん。あ、肉じゃが。もうすぐできるよ。どうしたの？え、もう行っちゃうの？ちょっと寝た方がいいんじゃない？いや、ちょっと人待たせてるから。俺の彼女なる？え？いや、言ったまんまだよ。そのまんまなの。だってハリオは彼女いるんでしょ？いないよ。いや、まあ適当にいろいろいるけどさ、昔ほどじゃないし、誰もそんな好きじゃないし。でも私、せいちゃんと別れるの無理だから。一緒で俺といる方が楽しくないですか？最近一緒にいないし。だったら俺じゃん。楽しいのは萩尾だけど。萩尾でしょ。ずっと一緒にいてくれる？
一緒にいるのが当たり前になっても萩尾は私のこと好きでいてくれる？いや、そう言われるとわかんないけどさまあ一緒にいて楽しいうちは好きなんじゃないの？私が聞きたいのはそういう萩尾の考え方とかじゃなくて。別に深い意味はないけど、悪い1万ぐらい貸せる？そうだよね、深い意味なんてないよね、萩尾には。何これ、え、俺も振られちゃうの？お前に。あ、まず大丈夫です。芋煮でください。投げされます。もういっぱい、ありがとう。うまい。おいしい。よかった。うまい。いただきます。肉なしじゃん。肉なし。おいしい。うめえ。あ、でもあれやね、これちょっと多かったな。ちょっと多かったね。下げよう。下げようね。ちょっと一回しまいますね。あ、ちょっと俺食べます食べます。いやいやいや、無理しなくていい。食べます食べます。いやでもピクニックじゃねえんだからさ。助かりました。本当に美味しそうだし。釣り行ったってもいいじゃん。釣り？お前釣ってやるからな。気をつけろ。うれ。ここが俺のホテルだ。これ、うちの実家の車なんですよね。田中って直美ちゃんのこと気に入ってんじゃなかったっけ？ここだけの話、田中さん直美に2回振られてるんですよ俺が言ったって内緒っすよ誠一さん、直美どうすか？やれますよ。は？いや、抱けますよ、誠一さんなら。やりたくないですか、直美と。やらないよ。そうしてくださいよ。いや、今日なんか寺尾さんの動き怪しいんすよ。うちの車で全員乗れんのにわざわざレンタカーできてるでしょ、うん、連れて帰る気なんすよ、直美を。仕込む準備してんすよ。そうだな。なんで、誠一さんお願いがあるんですけど、いいっすか？いや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 、俺夜バイトあるから。いや、なんで、え、仮眠しないっすか？まあ、仮眠っていうか、まあ、仮眠っていうか。なんで？帰るまでそのまま乗っててほしいんですけど、直美乗れなくなるんで。そろそろ帰ろうってみんな言ってます。おう、うん。今度誠一さんがバーテンの日に飲みに行ってもいいですか？いや、いいよ、いつでも。あ、DVD みたい。どうでした？え、エロかった。もうや、お尻にニキビなかったですか？ニキビ。じゃあもう一回見てみる。探さなくていいですじゃあ私電車で帰るんだ。はい、それじゃ。
なんでパーカッション入ってくんの？さっきの曲のストリングスもそうだけど、なんか無理やり盛り上げようとしてる感じがする。どうなの？いや、俺もそう思うけどさ。ない方がいい。まあ一応デビュー曲扱いだから賑やかに行こうって方針なんだよね。あ、でもそれもわかるじゃん。わかんねえよ。ナオミはかなり気に入ってんだけどね。そうでしょ。伴奏のせいでボーカル浮いちゃってるよ。それに全員でコーラスするのも逆効果だよ。何がしたいのか全然わかんねえよ。そうかよ。売れねえよこんな曲。直すとこは直すけどさ。直したって売れねえよ。まあそれはお前の意見だからさ。売れるか売れないかまた別問題だから。絶対に売れない。売れないとまずいんだよ。ダメだよこんなパンパン。ほんとうるさいな。売れるわけねえよこんなの。分かった。売れよねえだろ。分かった。一緒にいて楽しいうちは好きなんてさ、そんな当たり前だよね。なんか薄っぺらくない？何でもありきって気楽に生きてますみたいな。そんな男のどこがいいの？昔は萩尾のそういうところがかっこよかったの、釣れないところが。昔はでしょ。美穂ちゃんが今そいつに会ってるのは結局昔の自分のためなんだよ。そうかも。だけどそんな男だって分かってても好きだったら、はい、そんな男だからって簡単に嫌いになれないぐらい本気で好きだったらどうする？かのこちゃんなら。違うでしょ。みおちゃん今どっちか選ぼうとしてるから辛いんでしょ。辛いよ。どっちも別れた方がいいよ。どっちもか。どっちか選んだら選ばなかった方にいつまでも情が残るから、それ一番嫌でしょ。せいちゃんが振ってくれたら楽なのにな。ん？もう一人は？いいの、萩尾はいつか絶対いなくなるから。ああ、ここさ置いといて大丈夫？知らないよ。まあでも大丈夫そうだよね。かなこちゃん。あ、どうも。あ、ごめん、飲んでんの。
ですか？ああ、全然。そうですか？チューハイ？あ、私、邪魔ですか？全然邪魔じゃないですよ。ビールでいいか。私この人知ってるわ。萩野さんでしょ。なんで？一回だけ会ったことあるから覚えてないと思うけど、友達がこの人と付き合ってた時、池尻のクラブでバイトしてたでしょ。この人、それすっごい前だよ。かの子ちゃんいくつの時？高一とか高二の時かな。大丈夫？なんかされなかった？私は何もないけど、友達学校辞めちゃった そろそろ起こさないとだよね。せいちゃんです。かなこちゃん。あ、すいません、お邪魔してます。はじめまして。萩尾さん？萩尾さん。萩尾です。すいません。寝てる？寝てる寝てる。すごいね。ね、すっごい寝てるね。すいません、もう帰るんで。萩尾さん、ほら起きて、帰るよ。大丈夫だよ、そんな急がなくても。せいちゃんこの後バイトだし。今もバイト中だよ。電車も動いてるから、うん、全然ゆっくりしてもらって大丈夫ですよ。俺ちょっと風呂入ってまた出かけるんで。そうっすか？そうっすかじゃないでしょ。ほら早く行くよ。よかったら風呂もどうぞ。そうっすか？ダメだ、行けないですよ。大丈夫。喉飴、喉飴ない。しちゃったみたいで悪かったね。うん。あ、そうだ。これ店に置いといて。せいちゃん、せいちゃん。え？なんで女の子がいるの？新しいボーカルだよ。なんでよ。私こんな子が歌ってんの嫌だよ。いや結構歌うまいんだよ。せいちゃんが作った歌なのに。いいんだよ、もう俺も手伝ってんだからさ。手伝うぐらいなら一緒にやればいいじゃん。なんで自分で歌わないの？せいちゃんバカだね。せいちゃんは良くても私は嫌だよ。なんだよ。せいちゃんが歌ってくれるの、せいちゃんがいつか歌ってくれるの待ってたのに、私はどうなんの？
さ、何？俺近々出てくわ。別々に暮らそう。いきなり何言ってんの？いきなりじゃないよ。そうなの？いつから？なんか最近お前のこと見てたら。何も見てなかったじゃん。見てたっていうか、考えたんだよ。お前さ、俺じゃない方がいいよ。ちゃんとした旦那がいて、子供産んで、その方がいいよ。普通に女として幸せになった方が。もう何にも無理しなくていいような落ち着いてる男と結婚してさ。そんな人いるの？そんな人どこにいるの？よかったのに。なんでこんなになっちゃったんだろうな。
のバイクまだある？ああ、まだあるよ。ここ気に入ったの？別に安いから。あとお前ん家が近いから。いや、近すぎでしょ。彼氏は？うん、出てった。あ？あ、別れたから。いつ？ちょっと前。え、じゃあさ、もうこそこそ会わなくて済むんじゃない？いや、こそこそなんてしてなかったじゃん。そうだ、あの日かなこちゃんと俺一緒に帰ったじゃない。その後の話聞いた？何を？タクシーで一緒に家まで行ったの。聞いてないか？それで？え？泊まった。それから？3日間ぐらい一緒にいた。そうなんだ。いや、聞いてないけど。冗談だよ。私、萩尾にどんどん見透かされてくのが怖いよ。萩尾がいつか私に飽きていなくなるのが怖いの。ビールもう一本。だからもう会わない。そうしよう。うん、まあいいけど。え、じゃあやっぱビールキャンセル。でもさ、俺は普通にその辺の道歩くわけだし、お前も道歩くんだから、またどっかで会っちゃうかもしれないよ。それはさ、先に気づいた方が避ければいいじゃん。私は隠れるし。うん、じゃあお前隠れろよ。俺そういうの無理だし。うん、隠れる。無理だよ。また萩尾出してくるよ、お前。萩尾、萩尾って。だろ？また同じこと繰り返すの俺も嫌だよ。やっぱビール。はい。あ、私こっちだから。おう、俺あっちだから。それじゃ。コーラスは後で撮るんで大丈夫です。なんか変な感じだね。だよね。コーラスは絶対やめとけって誠一に言われたんだけどさ。お客さんたくさん来るといいね。前よりは結構売れてんだけど。え、よかったじゃん。飯食い行く？お前飯食えんの？うん。いや、田中さん来なくていいっすよ。腹壊すから。ねえ、今日で誠一さん来るの？来ない。今日店だから。ねえ、なんでよ。今日くらい閉めればいいじゃん。ほら言ったよ、閉めていいって。いいよいいよ、来たってどうせ文句言うだけだから。飯行こう。ね。じゃあ私荷物楽屋運んどくね。うん、お願いします。はい。もう大丈夫。
あれ久しぶり。あいつらリハ終わったの？うん。あ、でもみんなご飯行っちゃった。ライブ前に飯食う余裕あんのかあいつら。余裕なさそうだったけど。てかせいちゃんお店は？閉めた。っていうか昨日から開けてない。どうせ棚から店だし。最近どうしてんの？実家。なんか兄貴夫婦が引っ越して部屋空いたからさ。そっか。あ、俺曲書いたんだ。やっと。うん。聞く？え、そのために来てくれたの？お前のために書いたわけじゃないから。私聞いていいの？いや、あの深い意味ないから気楽な感じで。あ、これでいい。あいつら使いもしねえのにいろいろ持ってくんだよな。仲いいんだね。まあ、まあよりはね。あれでいいじゃん。道の向こうに猫がいる。見つめる先には川がある。川の向こうに山がある。山の中には何がある。迷子の迷子の迷子の誰かさん。迷子の迷子の迷子の誰かさん。ギターがあるなら歌を歌おう。ギターがなければ手を叩こう。ああ道の向こうには猫がいる。三回回ってニャーと鳴くニャー。にゃーにゃーにゃー。これあれだろ、ダイケースダイケースは別に。じゃあ、俺この後バイトだから。また会える？ちょっと先だけど、2月にライブやるよ。来てほしいなら最初に言いなよ。うん。見に行くよ。うん。せいちゃん。
せいちゃんは笑ってくれた。その歌がとても優しくて可愛くて尊くて、私は泣いた。